東村山駅。東村山駅は、東京都東村山市本町2丁目にある、西武鉄道の駅である。特急、省江戸号を含む、全列車が停車する。東村山駅管区をまとめる駅であり、西武園と東村山東伏見間を管轄している。新宿線、西武園線、国分寺線の3路線が乗り入れ、4方向の列車が利用できる。 西武沿線は当駅が起点、国分寺線は当駅が終点である。ただし、国分寺線の列車の一部は、新宿線の本川越え方面や西武沿線と直通運転を行う。駅番号については、新宿線が SS21、国分寺線と西武沿線が SK05 である。西武沿線は以前は路線図上では、新宿線のラインカラーが使われていた。 これは2011年12月の脱線事故以前は新宿線西部新宿方面との直通列車が乗り入れていた名残であり2013年3月16日のダイヤ改正以降は現在のダイヤの実情に応じて国分寺線と同じラインからに変更されたところ沢方面から灰島方面へ行く場合通常は小平で乗り換えるが時刻によっては東村山で 国分寺線に乗り換えるとお側で、灰島線下り列車に接続することがあり、その場合は、東村山到着前の車内で、アナウンスされる。川越鉄道は、神武鉄道国分寺停車場と川越を結ぶ、目的で建設され計画時は、東村山に停車場を作る予定はなかった。その理由を、東村山市市では、東村山から一人も発起人が出なかったこと、 同じく発起人がいなかったにもかかわらず小平村、現、小平市に小川停車場が設置されたのは、大梅街道と交差するなど、要少の地であったことに対し、東村山が順農村地帯であったことを挙げている。ところが、予期せぬ出来事により、東村山に停車場が設置されることになった。それは、柳瀬川の河橋に対し地元住民が、水害の恐れがあると反対しため、 工事が中断。結局内務省の裁定で橋梁の設計変更を行うこととなった。しかし、工事が大幅に遅延したため、やむなく1894年、明治27年12月、橋梁手前に、久米川狩り停車場を設けて、川越鉄道は暫定開業となり、こうして東村山に初めての停車場が誕生した。その後橋梁が完成し、翌年三月に、 川越停車場まで全通したため、久米川狩り停車場は廃止されることになった。それを知った住民は停車場の設置を川越鉄道に陳情し、工事資金と用地を提供することにより8月に、久米川狩り停車場から国分寺停車場よりに、東村山停車が開業することになった。西口ロータリーに設置されている、東村山停車場の日理面には、寄付者、 約250人の生命とその金額が記されている。このように周辺の主たる産業が農業であり、畑と雑木林ばかりであった東村山停車場に天気をもたらしたのは東京市による公共事業だった。明治時代末期、東京市は人口の急増による飲料水不足が深刻な問題となっており、その対策を模索していた。そして山戸村。 現、東山都市の地に、人造湖を造成することとなり、1916年、大正5年から大規模な開発が行われることになった。東京市では、1920年、大正9年に、東村山停車場から建設現場まで、トロッコ軌道を敷設、連日多摩川から採取した砂利やセメントを国分寺を経由して、東村山停車場で、トロッコに積み替えて現場まで輸送した。 また同じ頃、都心へ直接乗り入れるべく東村山停車場から分岐して国鉄高田の馬場駅に向かう路線の建設を決定し、1925年、大正14年から用地買収に着手した。東村山停車場は、その建築資材の搬入先となり、工事の進捗とともに、これらの建設の工事関係者の流入により、停車場前はカフェ、商店、 下宿や、映画館などが軒をを並べて、呈した。かつては国立療養所多摩全省園に収容されるハンセン病患者や東村山に多く所在していた感染症患者向け診療所に入所する結核患者を乗せた病人者と呼ばれる臨時列車が国分寺方面から入りし一般客から隔離された専用の駅舎とホームが 現在の東口側に存在していた。この頃、改札口は西口しかなかった。病院が1929年、昭和4年に自動車を購入し、品川、八王子、赤羽、三河島などの各駅に迎えに行くようになり、病人者による患者輸送は廃止され、専用の駅舎とホームはすべて撤去された。その敷地は拡張された駅施設のもとになっており、 当時を忍ばせるものは全く残っていない。東京都の依頼により1944年、昭和19年から鉄道による糞尿輸送が行われることとなり、コンクリート製の貯留層が駅の北側に設けられた。地元の人からはためもしくはクそだめと言われていた。毎朝糞尿を積んだ貨車がやってきていたが1日で、組み取ってしまったという。また1945年、 昭和20年1月には、これの底が抜け落ち、周囲に糞尿を撒き散らした揚げ口か水が汚染されたという事故も発生している。使用廃止後は、西武鉄道の社宅が建てられた。2011年に老朽化した社宅を壊したところ、基礎の下からコンクリートの構造物が出土したため、東村山ふるさと歴史館では、学術調査をする予定となっている。 駅周辺の踏切では慢性化した渋滞が問題となっていたことから、東京都、東村山市、西武鉄道は、東村山駅及び、駅付近の新宿線、国分寺線、西武沿線の約 4.5km の区間について、鉄道を高架化し、道路と鉄道の連続立体化する構想について、検討していた。まもなく事業化の方針が決まり、2012年、東京都が、 連続立体交差化計画を決定。2013年、国土交通省より都市計画事業認可。2015年6月着工。2024年度完成予定となっている。完成時には、府中街道など5カ所の踏切が除去されるほか、駅は2面4線、新宿線上り本線、新宿線上り対比線、国分寺線上り、西武園線上り、 新宿線下り大使線、国分寺線下り、西武園線折り、新宿線下り本線の高架駅となる。島式ホーム3面6線の地上駅で、京上駅舎を有する。各ホームを連絡する、湖線橋は2本あり、所沢、西武園よりの片のみ改札口があり、駅舎と一体である。各ホームと改札街、東口。 西口地上部と改札街をそれぞれ連絡する、エレベーターエスカレーが設置されている。トイレは改札内コンコース部に位置し、多機能トイレを併設する。改札口付近や東西通路には、売店、ともにいい、大焼きも扱う駅そば店、七部そば、カフェが営業している。頭上部より、 以下の順番、2016年度の1日平均乗降人員は48,555人で、西武鉄道全92駅中二十0位である。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。駅東口にはロータリーがあり、そこから真東に直線の道路が約 1.2km にわたって完成したことで、再開発が進みつつある。かつて特急、 小江戸が通過駅だった当時、6月に北山公園で開催される勝負祭り期間中に特急小江戸が臨時停車していたことがあった。また、2012年にも西武鉄道創立100周年を記念し、西武新宿発19時台と20時台の下り4本が9月24日から30日の期間に臨時停車していた。 2013年3月16日のダイヤ改正より特急小江戸の停車駅となり全列車停車駅になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。